1988年、ミャンマーで大規模な民主化運動が発生。軍が武力による鎮圧を図り、多数の死者や負傷者が出ました。弾圧から逃れるため、多くのミャンマー人が祖国を離れ、その中には日本にやってきた人たちもいました。しかし、日本にやってきたからといって、言葉も話せず、仕事はもちろん住むところすらありません。そんな彼らに救いの手を差し伸べたのが、西武新宿線中井駅周辺に複数のアパートを持つ日本人大家さんでした。その大家さんのお父さんは、第二次大戦中ミャンマーにおり、困っているミャンマー人を助けるよう話していたそうです。やがてコミュニティは、より交通の便がいい高田馬場に移っていき、時代とともに留学生や技能実習生が中心となっていきます。日本の留学ビザが緩和されたり、ミャンマーで外国企業が増加したり、銀行制度が変更になったりしたことも、ミャンマー人が増えた理由だそうです。食べる昆虫のあれなんだ？1948年、イギリスから独立。その独立に大きな役割を果たしたのが、ビルマ独立義勇軍、後のミャンマー軍の母体になる組織です。ビルマ独立義勇軍の将軍が、スーチーさんのお父さんでしたが、独立の前年に暗殺されてしまいます。独立後、しばらくは政党政治でしたが、1962年にクーデターが起こり、軍政となります。1988年、大規模な民主化運動が起きますが、直後にクーデターを起こし、再び軍が掌握します。それから軍政が続きますが、2011年、経済的に取り残されていた状況を打破しようと、ようやく民政移管されます。しかし、憲法の内容に軍の政治的な影響力は残ったままでした。2015年の総選挙で、スーチーさんを党首とする国民民主連盟 NLD が圧勝、翌年 NLD 政権が誕生します。さらに5年後の2020年の総選挙でまたしても NLD が圧勝。これには軍も黙っているわけにはいかず、2021年2月1日クーデターが勃発。現在も軍による弾圧が続いており、スーチーさんは再び拘束されてしまいます。多民族国家であるミャンマーをまとめるには強い力が不可欠というのが軍の考え。軍は国際社会から孤立しようとも思い通りの国を作りたいのです。1988年の民主化運動の時、当時オックスフォードで暮らしていたスーチーさんは母帰得の知らせを受け、ミャンマーに里帰りをします。その時にアウンサン将軍の娘ということで民主化運動に加わるよう頼まれ、研究者から政治の世界に入りました。その後、軍政が始まると自宅軟禁と解放が繰り返されるようになります。解放時は国外への脱出も可能でしたが、再入国が認められない危険性が高かったため、ミャンマーに留まり続けました。それくらい彼女の信念は強いものだったのです。
味噌美味しいよ。ちょっとニンニク入ってる。最後までご視聴いただきありがとうございました。歩く鍼灸師 D でした。高評価、チャンネル登録、励みになります。よろしくお願いします。